ここでは剰余金と配当金について理解していただきたいと思いますまずは剰余金について保険には収支相当の原則というものがありますこれは保険料足す運用収益イコール保険金足す事業費等という計算式で表現される原則ですただ実際は保険の制度を破綻させないために予定基礎率は余裕を持って見積もっていて 保険料を多めに集めていますから後から保険料以外の要素が確定した時にこの等式が成り立つことはまずありませんこの時集めすぎた保険料のことを剰余金と言って剰余金は試作益と利サ益と被差益に分けることができます試作益は予定死亡率を高く見積もっていて実際の死亡率が見積もりより低かった場合に 想定してていたたよよりも支払っっ保険金金が少なくなくるるこことによって生じる常用金のことですそして利差益は予定利率を低く見積もっていて実際の運用利率が見積もりより高かった場合に想定していたよりもたくさんお金が増えることによって生じる剰余金のことですそれから被差益は予定事業比率を高く見積もっていて 実際の事業比率が見積もりより低かった場合に想定していたよりもかかった運営コストが少なくなることによって生じる剰余金のことです。最後は配当金について保険の配当金は株式の配当金のような利益の分配ではなく剰余金の還元つまり集めすぎた保険料の自己生産を意味します。ですから 所得税の計算上収入とは扱われませんなお契約をする際に配当金が支払われる有配当保険だけでなく無配当保険や利債金のみを配当原資とする準有配当保険を選ぶこともできます当然配当金の期待が低い保険ほど保険料は安くなります配当金は現金で受け取ってもいいですし保険会社に積み立てたり 保険料に充当したり、あるいは新しい保険の買い増しに使うこともできます。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。